こんにちは、秀夫です。今日は南国ロングステイ暮らしで秀夫さんって一体毎日何をして過ごしてるの？という質問にお答えします。僕は2012年5月に東京からパタヤジョムテンビーチへ引っ越してきました。ここでの南国ロングステイも丸12年経ちます。現在13年目になります。まあパタヤ沈没生活丸12年ということになります。ここではリタイアメントビザを取得して暮らしています。働くこと、就労は禁止されています。なので、秀夫さんって南国暮らしで毎日一体何をしてんの？仕事しているわけじゃないし、何もやることなくて暇なんじゃないの？暇持て余してるんじゃないの？と質問を受けても、それは無理からぬことかなとは思います。またタイランドでロングステイをしている大抵の外国人であれば、大多数の人がやっている、お金を使っていることに対して、僕はそれらをやっていません。なので、余計に秀夫さんって毎日何やってんだろうとなおさら思われてしまうのかもしれません。僕がここでの暮らしでやっていない、お金を使っていないことは4つあります。それは、1つ目にオートバイ、2つ目がお酒、3つ目が外食、4つ目がゴルフ、麻雀、カラオケです。まずは1つ目、オートバイ。パタヤはタイランドの地方都市で、基本的にオートバイ社会です。誰もが大抵出かけるときはオートバイに乗って出かけます。でも僕の場合はオートバイに乗れません。僕は視覚障害者です。目が極端に悪くて弱視です。なので、オートバイは乗りたいけど乗れない。なので、おのずと行動範囲はぐっと狭くなります。大きなデメリットです。でもまあ、その分お金は使わなくなります。僕がやらない、お金を使わないことの2つ目、お酒。お酒は体質的に全く飲めないということではありません。ビール1本2本ぐらい程度だったら飲めます。ただお酒を飲んじゃうと、次の日は昼ぐらいまでぐでーっとしてしまいます。なので、お酒は自分の意思、選択として飲まないようにしています。ごくたまにパタヤ市内の和食店へ日本人のお友達と一緒に行ってといった場合だと、お酒を飲むことはありますが、その程度です。自宅でお酒を飲むことは一切ありません。また夜の繁華街のバーへ飲みに行くなんてこともありません。お酒を飲まないとなると、あまり人付き合いは良くないということになってしまうかもしれません。まあ、その分出かけなくなるし、お金も使わなくなります。僕がやらないこと、お金を使わないことの3つ目、外食。基本的に1日3食、普段の食事、僕は全て自炊しています。ローカル市場で食材を買ってきて、シャープのヘルシオオーブンやホットクックの電気鍋で調理をして食べています。やはり自炊をすると、外食料も圧倒的に安く上がります。外に出かける回数も減ります。僕がやらない、お金を使わないことの4つ目、ゴルフ、麻雀、カラオケ。昭和の時代のおじさんが仲間とつるんで楽しむための三大娯楽といえば、ゴルフ、麻雀、カラオケです。ただあいにくと、僕はそのどれもできません。やはり目が悪いので、ゴルフはボールが見えないし、麻雀はパイが見えないし、カラオケはスクリーンに表示される歌詞が読めません。なので、どれもやりません。ゴルフも麻雀もカラオケもできない昭和のおじさんということで、やはり付き合いの悪い人ということにはなってしまいます。まあ、その分お金も使いません。一方、パタヤ沈没暮らしといっても、意識してお金を使っている部分、ポイントはあります。以前何かの SNS で見かけて実践していることなんですけれども、僕は意識してやっている、お金を使っているポイントが3つあります。それは、1つ目に人に会うこと、2つ目に本を読むこと、3つ目に旅に出ることです。この3つに関しては、あまりもったいながらずにお金を使うように心がけています。じゃあ、普段秀夫さんって一体何やって過ごしてるの？という質問に関しては、これは具体的に2024年5月、先々月
僕が何をしたか、どこに出かけていったかというのをまとめてご紹介したいと思います。それが答えになるかと思います。イエーイ。この5月に僕が出かけていった場所をざっとご紹介すると、ローカル市場での買い物が6回、自宅に朝食で友達を招いたのが6回、 YouTube のオフ会開催が2回、外食が6回、パタヤ近くの行楽地に出かけたのが2回、タイランド北部メーホンソン県への旅行が月末の5日間、1回、その他用事でイミグレ、銀行、歯医者さんへ行っています。出かけた場所それぞれについて内容を説明します。なお、ここから先ご紹介するすべての Google マップ情報やホームページ情報は URL を説明欄に貼っておきます。では出かけた場所の1つ目、ローカル市場での食料品の買い物6回、これはパタヤジェムテン地区にあるラタナコンマーケットへ4回、ロンポーマーケットへ2回行きました。そこで肉、野菜、果物、卵なんかを買いました。市場での買い物金額、合計額は1272バーツ、日本円で約5000円ほどです。一月の食材費がそれだけで足りるの？と思われるかもしれません。でもこれで結構賄えちゃいます。例えばローカル市場で1キロ70バーツの鶏肉を買って、さらにジャガイモや人参、玉ねぎなどの野菜も70バーツで買い、材料をすべて切ってホットクックの電気鍋に入れて、水、塩、小麦粉を加えて蓋をしてスイッチオン、1時間後に牛乳2カップ20バーツを加える。これでチキンクリームシチューが出来上がります。鍋いっぱい 2.5 キロ、8人前のチキンクリームシチューが材料費160バーツで出来上がります。1人前わずか20バーツ、80円。20バーツで1回分の食事になります。レストランだったらチキンクリームシチュー1人前おおよそ200バーツくらいするのが、自炊で作れば1人前20バーツ、10分の1で済んでしまいます。今パタヤでは屋台の安いカオマンガイやパッタイ、ご飯物や麺類でも一品50バーツくらいします。屋台で何か一品食べるよりもずっと安いです。なので僕は基本自炊をしています。出かけた場所の2つ目、出かけたとはちょっと違うんですけれども、自宅に友達を朝食に招いたのが6回、常日頃僕は毎月 5,6 回ほど友達を朝食で自宅に呼んでいます。メニューはいつも同じ、トロピカルフルーツサラダとフレンチトースト。朝食の料理がどんなものかについては以前動画にしていますので、そちらをご参照ください。また以前 DK さんが僕のところでの朝食を素敵な動画にしてくださっています。そちらもぜひご覧ください。この5月に僕が友達を自宅に朝食で呼んだのは6回、1回に2人呼ぶ場合もありますので、6回で9人の友達に来てもらいました。日本人が4人、アメリカ人が3人、ノルウェー人が1人、タイ人が1人の顔ぶれでした。僕は友達付き合いについてなるべく多様性を持たせたいと考えています。なので朝食に友達を呼ぶ場合は日本人ばっかりにならない、あるいはファランばっかりにならないように気をつけています。友達が部屋に来てくれると大体皆さん3時間ぐらいは滞在していきます。朝ごはんで3時間というのは結構長い時間です。プライベート空間ということもあって、結構皆さんパーソナルな打ち明け話なんかもしてくれたりします。とても有意義な時間です。朝食6回でそれに費やした食料品の買い出し費用は1744バーツでした。おおよそ1800バーツ9人呼んだので1人当たりに直すと200バーツということになります。僕は1人で屋台で50バーツの料理を食べるのはちょっと高いなと思います。でも友達1人当たり200バーツを僕が身銭を切って自宅に招待することについては何の躊躇もありません。それはこの朝食が先ほど申し上げた人に会うためだからです。この1人200バーツは僕にとってはとても生きたお金の使い方だと思ってます。
5月に出かけていった場所の3つ目 YouTube のオフ会を2回実施。5月は5人の方々においでいただきました。こちらも人に会うということで、僕から参加者の皆さんにコーヒーをおごらさせていただいてます。また5月のオフ会では一次会のコーヒーお茶会の後に場所を変えて二次会で朝ごはんも食べに行きました。それで朝活オフ会の支出は、1045バーツでした。次に出かけた先の4つ目、外食6回。先ほど僕は外食しないで自炊しますなんて言ってましたけれども、確かに僕がパタヤ在住の友達を誘って自分からどこかにレストランへ食事に行こうということはあんまりありません。でもパタヤ在住のお友達からここのレストランうまそうだから秀夫さん一緒に行こうよと誘われたら、それは出かけていきます。またヨーロッパや日本から友達がパタヤに遊びに来てくれた時に、その友達にパタヤにはこんないいレストランがあるよと紹介する目的でレストランへ行くことはあります。外食に出かけたのは6回、それで支出したお金は3423バーツでした。どこへ行ったかと言いますと、まずは僕が住んでいるマンションのプールサイドの食堂。これは友達の朝食招待絡みです。朝ごはんに招いたお友達と話が盛り上がってずっと長引いて、気がついたらお昼を過ぎちゃったと。それでマンション1階に降りていき、プールサイドにある食堂へ行ってお昼を食べました。パタヤでは中規模以上のマンションではプール付きが普通です。プールサイドにレストラン食堂を備えているところも珍しくありません。外食の2軒目は先端セントラルデパートの中にあるハーゲンダッツアイスクリーム屋さん。これもやはり朝食招待絡みです。朝ごはんを食べに来てくれた友達が自分が持っている iPhone の Apple ID のパスワードが分かんなくなっちゃったと。でパスワードを再設定しようと何回か試みたけどうまくいかないということで、なんかかなり面倒くさいことになっていたようです。なので朝食が終わってからその友達を先端へ連れて行って、アップル取扱店へ行ってそこの店員さんにちゃんとしてもらいました。まあそのついでにアイスクリームを食べてきたと。それからノースパタヤにあるホリデーインの朝食ビュッフェ、これは5月2回行きました。僕はパタヤシティエクスパトリエイトクラブ、パタヤ市外国人クラブの会員です。パタヤ市外国人クラブというのはパタヤ在住の英語系住民の互助会組織です。毎週水曜の午前中はホリデーインホテルの会員室を借り切って定期講演会、クラブミーティングを行っています。定期講演会のテーマが面白そうだと僕はそれを聞きに行きます。その講演会に先立ちホテルのビュッフェをいただきます。ビュッフェ料金通常500バーツのところ、クラブ会員は半額の250バーツでいただけちゃいます。パタヤ市外国人クラブについては以前動画にしておりますので、そちらをご参照ください。あと外食で東京大地という和食店へ行きました。昨年9月に惜しまれつつ閉店した人気店恵美さん食堂、その同じ場所に装いも新たにこの5月に東京大地さんがオープンしました。コロナ以前セントラルパタヤ通りに大地という和食店がありました。そこで働いていた板前さんご夫妻が新たにここでお店を始められたものです。日本人のお友達に誘われて行ったんですけれども、とっても美味しいです。お値段もリーズナブル。外食の最後6カ所目、ムー型のアパタレー、ジョムチェンセカンドロード沿いにある大型のムー型店です。地元の人に大変人気があります。こちらも日本人のお友達に誘われて行ってきました。びっくりするくらいたくさんの食材が並んでいて、とても面白かったです。以上が6回の外食でした。あと出かけた先としてはパタヤ近くの行楽地2カ所に行っています。そこで使ったお金は2400バーツ。1カ所はパタヤの街中から車で15分くらいのところにあるゾウカフェ、モンチャンカフェです。日本では猫と戯れられる猫カフェが人気ですけれども、南国タイランドではそれがゾウ、エレファントのカフェになります。
ゾウさんと親しめちゃいます。ゾウの背中に乗ってなんと池の中をどんどん進んでいく。また池に張り出したレストランのテラス席に座ってゾウさんにバナナをあげるなんてことができてしまいます。ゾウカフェおすすめです。出かけて行った行楽地のもう一箇所は超定番の乱闘。5月は島の西側のサメービーチへ行きました。お天気が良くて海水がとっても綺麗で人が少なくて本当に良かったです。5月の27日から6月中旬にかけて僕はタイランド北部を旅行しました。5月27日から月末31日まではメイホンソン県を訪ねました。メイホンソンへの飛行機代、ホテル代、現地で使ったお金、旅行費用は4584バーツでした。こちらも旅に出るということで躊躇なくお金を使いました。その他5月はこまごまとした用事で、イミグレへ1回、銀行窓口へ1回、歯医者さんへ1回行きました。5月に出かけた場所の説明は以上になります。あとそれに加えて、僕は常日頃、筋トレを週3回やってます。1キロのスイミングを週に2回やってます。5月は顔のシミ取りの YouTube を1本上げました。その YouTube の準備、撮影、編集には15時間ぐらいかかってます。まあそんなこんなを合わせるとパタヤでの沈没生活、結構やることいっぱいあります。ヒデオさん、一体毎日何やって過ごしてるの？に対しては、まあこういった感じでやることいっぱいありますというのが答えになります。毎日を漫然とその場その場の気分で過ごしていくというんだと、ただどんどん流されていくだけになってしまい、一体何やって毎日過ごしてるの？ってことに本当になっちゃいます。自分がやらない、お金を使わないことと意識的にやる、お金を使うことをはっきり区別して戦略的に沈没生活を送る、これが沈没生活を長続きさせるコツではないかと僕は考えます。以上です。いかがでしたでしょうか。今日は南国ロングステイ生活でヒデオさんって一体毎日何をして過ごしているの？という質問にお答えしてみました。この動画が面白かった、役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。